ポケモンソルジャーの切ないです。エゼロです。ポケモンでも何でもそうなんだけど、ダメージが出るとか、まあ、そういう時に火力っていう言葉が、まあ、よく使われるんだけど、まあ、ポケモンっていうゲームにおいては技の威力とか、そのポケモンの攻撃の高さとか、まあ、そういうものを指していて、具体的にその火力がどれぐらい強いのかを指す指標として火力指数ってものが、まあ、存在するんだよ。4世代から、まあ、よく使われてるのだと、まあ、ハチマキガブリアスの激凛は指数が54000、まあ、今ハチマキガブリないけど、まあ、ハチマキウラオスだったり、だいたい同じところでザシアンの巨獣山だったり、まあ、その指数っていうのは技威力とか、まあ、そのポケモンのステータスとか、まあ、様々な数字が掛け合わされて、まあ、導き出される数字なんだけど、まあ、分かりやすいのだと、まあ、剣の舞1回したら、まあ、指数が2倍になるし、まあ、海洋画が雨降らしで雨降らせると、まあ、水技の指数は 1.5 倍になるよね。その他にも、まあ、ポケモンには火力を底上げする方法がたくさんあるんですけど、今回は様々な火力の底上げ手段から最も効率がいいものを選び抜いて、まあ、エゼルさんとどっちがより高い火力の攻撃を放つことができるか、最大火力コンテストをやっていきたいと思います。今回の企画のルールが出てると思うんですけど、この条件にのっとってそれぞれ最大火力を出せる条件の組み合わせを、戦術を考えてきたので、どっちが火力を出せてるか今回検証していきたいと思います。この準備の5ターンの間はもう何をしてもいい。最後の、まあ、6ターン目でどれだけ高い火力を出せるか。1ターン目殴って2ターン目殴ってつって、その全部6ターンの合計でとかいうのはなしだもんね。ポケモンの条件指定は禁止なんですけど、ある程度技を命中させないと企画としてかなり撮影が困難になるので、敵ポケモンはノーガードのゴビット君固定で検証させていただきたいと思います。対戦よろしくお願いしますじゃないか。負けるの確定してるしな。まずは準 A0 から、これ切ないさんがどんぐらいの効果力出してるか全然ピンとこないんだけど、ポットです。まあもうやること分かってんじゃないか、ポットです出した時点で。まあポットですが火力出すわけじゃないんだろうけど、もうポットですなんてやること一つしかないでしょ、もうみんな分かる、もうポットですといえば、とりあえず戦術は被ってないわ。あーなるほどね、オッケーオッケー。あーこんなんもうみんなやるよね、みんなやる。ポットですだったらまあ当然のカラをやる、まあ、これでとりあえず2倍になったね。だから補正がまずは2倍、カラヤブル2回目で、これ2倍じゃなくて今の2倍が取り消されて3倍だね。そうだね、これで3倍。3倍の時点で、まあ、火力的には普通に考えたら相当なんだけど、こんなフリーでカラヤブル2回も詰めることないかな。これでシャドウボール打ったらなんかザシアンとか全然倒せちゃうし、ね、もうこの時点で火力としては十分なんだけど、まあ、カラヤブル3回目で今の3倍が取り消されて4倍だね。火力すごいことになってます。まあでもなんかあれだよね、積み技を積むっていうのはこの勝負においてまあ割とやっぱり大事なのかなっていう気はするけどね。まあ準備5ターン用意してる関係上、積み技か何かしらは使わないといけないから。でこれで今3ターン経過してるから残り準備2ターン。そうだ、バトンタッチ、これで4ターン。だから後続に今の4倍を受け継ぐってことでしょ。そうだね、テテフ。あ、なるほどね。もうやることみんな分かったんじゃないか。最後の技はもう多分みんな想像ついたよね。サイコメーカーで今の4倍にさらに 1.3 倍加えられて、で残り1ターンと。じゃあラスト何していくのか。ガードスワップ。あ、なるほどね、ガードスワップでゴビットの防御特防を3段階下げた状態にすると。それなるほどだな。ゴビットの防御が3段階下がったから、まあ、2.5 倍火力が上がってるのと一緒か。そうだね。ではもうラストはもうみんな想像通りのあの技です。アシストパワー、これ威力いくつだ。これは威力380だね。たっけ。でタイプ1だから 1.5 倍と。そうで、まあ命の玉で 1.3 倍と。こだわりメガネは持たせられなかったからね。まあそうだね。で結果これかけた数字はいくつですか。カプテテフの特攻がレベル50で最大で200なので、200×380×1.5×4×2.5×1.3×1.3 で1,926,600だね。なるほど、もう全然勝ってんのか負けてんのかもよくわかんないけど、まあなんか参考数字だと、あの控えめ海洋画のメガネ飴使用吹きの威力が指数でいうと112,387だから、あ、余裕で10倍以上出てる。17回分ぐらいの火力は出てるのかな、まあ、異常火力ですね。うん、寝室画面目つぶって切ないさんの構築見ないようにしてるんだけど。まあちょっとびっくりするかもしれないけど、あいや、これ分かった、これ分かっちゃったかもしれない。分かっちゃった。いや、これ考えたんだよな、これ分かっちゃったな。分かんない、どんぐらい出るかな、計算はしてない。ざっくりはできてしたんだけど、分かんない、もしかしたら想像以上のなんかが飛んでくるかもしれないから。なるほど、じゃあ想像通りの技が出てくるか。
はい、まずは嫌な音、うん、そうだよね、まあ、これで防御2段階下げて一旦使ってるわけなんだけど、うん、この村っ気で能力が上がって能力も下がるんですよね。下がってここで脱出パックが発動して一ターンで交代できるから、この場の準備がラグがないというか一ターンで行えるから、交換で時間を消費するっていうのはまあめちゃくちゃ弱いからね、このルールだと。おー、2匹目出てきた。ここで2体目の鉄砲が2匹目出てきた。やることは同じと。はい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 、まあ、2回目の嫌な音で、まあ、倍率としては3倍かな。そうだ、今同じですね。村っ気してまた帰ってた。うん、まあ、ポケモンも道具も重複可能というところに着目した結果こうなってしまった。そうだね、脱出バッグいっぱい使えるもんね。また、また出てきた。また開きました。ここまで来たらやることは一緒です。これで3ターン使って4倍か。もうやることは一緒で、ここで脱出パックで帰ってこの4倍の状況と残り2ターン、ここで最後に出すのが、ああもう積み技何するか分かるな。何するかは多分勘のいい人だったら分かってるはず。うん、行きました。あ、大根、こんなことできる場面一生来ないだろうけど。まあね、一旦で攻撃力を6段階上げるっていうのはこの腹太鼓だけだからね。で残り一旦、はい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 、防御下げて4倍、腹太鼓で4倍、日本バレで 1.5 倍で、ここで腹下ということは炎技打つということでタイプ1の 1.5 倍。そうだね、フライドライブ威力120で命の弾持ってて力づくなので 1.3 倍に 1.3 倍、まあ 1.69 倍。はい、なるほど。これかけた結果が、うん、211×4×4×1.5×1.5×1.3×1.3×120。 そうだね、合ってるね。これで 154,468.8。 なるほど、まあ、結果発表、192,6600だね。で僕が 154,468.8 だったので映像勝利。よし、勝ちました。掛け算が多すぎて、うん、この数字で合ってるのかどうか不安なんだよな。多分合ってる。なんかテテフのアシストパワーの威力が高すぎるのか。あ、そうだね、威力380だからね。いやー、ガードスワップは考えてなかったな。自分としてはなんか高火力技出せるのってさ、なんか実質無限の技がいいかなっていうところでアシストパワーと付け上がるを考えたんだけど、うん、まあ、そうなると積み技は当然いろんな種類の能力が上がる殻を破るになって、まあバトンできるポケモンはポットですしかいないからっていうので、まあ、決まったんだけど、殻を破る3回とバトンタッチだとあと1回ターンが使えるから、その中で何が一番倍率上がるかなって考えた時にガードスワップにたどり着いて、でまあガードスワップ使えるポケモンで、まあ、一番火力高いのがもう最初クロバドだと思ったんだけど、いやフィールドのテテフのが高いやんってことに気づいてこれになりました。その威力高いシリーズでいくと、俺目つけたの最初転がるだったんだよね。うん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 。でカラヤブアバゴーラでメトロノーム持たして転がるしたら最強じゃねえと思ったら、確か45万ぐらいしか指数出なくて。いやそうなんだよね、今回さ準備ターンが5ターンじゃん。だけど転がるを最大威力出すのに4ターンかかるし、丸くなる打つんだったらもう1ターンかかるし、メトロノームを最大倍率にするためには準備ターンが5ターン必要なのかな、殴るだけで。だから転がる4回打って最後のターンに最大威力で殴ると 1.8 倍しか乗らない。そうなんだよね、だからなんか絶妙にこの5ターンっていうルールには噛み合わなかったよね、転がるは。まあ、次に過去火力といったら引きだるまかなと思って、まあ、今の戦術にたどり着いたんだけど、マリルリとは20万ぐらいしか指数変わらなくて、力持ち、玉、腹太鼓、雨乞い、大ストレイク、うん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 、わずかながら引きだるまが高かったんだけど、それを優に超えられるとは思わなかった。鉄砲棒のやつ自分もちょっと考えてさ、あの水浸し覚えるじゃん鉄砲棒だから、電気技とか草技で殴ればめちゃめちゃいい感じになるかなとも思ったんだけど、腹太鼓使ってタイプ1で電気とか草タイプで殴れるポケモンが一匹もいなくて、これ多分火力出ないなっつってやめたんで、水浸しプラス嫌な音をうまく使えたらもっと高火力出たような雰囲気を醸し出しつつも、電気草タイプ1腹太鼓組がいないっていう悲しい感じではあったかな。あと腹太鼓バトンできるポケモンもいないんだよね、地味に。あ、そうだねそうだね、それがいたら多分めちゃくちゃ変わってたね、これ最大威力。殻を破る3回してバトンしてたけど、腹太鼓1回でバトンできたわけだから、うんうんうん、そっからもっと残り2ターン悪いことできるわけだから。そうだね、だからまあざっくり 1.5 倍か2倍かぐらいかは1ターンで倍率変えれるから、腹太鼓バトンできたらこのテテフの火力越すこともできたかもね。だからドーブルとかいたらもっとすごいことになってたね。あ、そうだね、技の組み合わせが
剣盾だと限界があるから、そうそうそう、今回2人で最大火力考えていったんですけど、もっと超える組み合わせあるかもしれないから、もし思いついた方はぜひコメントに残していってください。そうだね、なんか考えたけどこれ超えるの思いつかなかったから、ぜひもしあったら教えてください。192万いくつだっけ。192万6600だ。それを超えるセンスが現れるのかどうか、皆さん挑戦お待ちしております。はい、これからもためになる対戦動画や解説をアップしていくので、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローお願いします。お願いします。